アントン・フレットナーのローター飛行機やイカー101、アルティメット飛行バイクローター飛行機とは、重航空機の一種で、通常の固定翼の代わりに回転する円筒を備え、マグノス効果によって、揚力を得て飛行する。アントン・フレットナーが発明したローター線物価カウ号は、1926年5月9日、大西洋の横断に成功して、ニューヨークに到着し、注目を集めた。 ローター飛行機の開発はそれに刺激を受けて始まった。右の写真はアメリカ合衆国ハドスンの造船所におけるローター飛行機のプロトタイプである。当時ドイツでも同様の開発が進められていた。この奇妙な航空機の開発はゲッティンゲンの航空力学研究所におけるルートビヒプラントルの研究に基づいている。プラントルは 回転円筒を風洞に入れて測定してみたところ、強端すべき揚力を見出した。ローターは固定翼面の10倍もの揚力を発生したのである。ありがとうございます。